札幌管区気象台では今日から職員が桜の標本木を1日2回観測しています。暖かい日が続いていることからいつもより早く観測を始めたそうですが、今日の結果は本日は、まだつぼみの方も固くてですね、桜の開花の方は、観測できない状況でした。札幌の開花は今週の金曜日14日の予想で、観測史上最も早かった2008年より7日も早くなりそうです。今日は5月中旬並みの 17.1 度まで気温が上がった札幌。西区宮の沢にある桜は建物の換気口から出る暖かい空気が当たって早くも綺麗に咲いていました。ツイッターでフォロワーさんが桜咲いてるって上げてたので見に来ました。いつもの年より早く咲くっていう予報なので楽しみにしてます。